1時間ほど寝ただろうか。外はすっかり真っ暗になった。温泉で体を温めてから外へ出よう。地元の居酒屋に行けるのは素泊まりならではの楽しみだ。事前に調べて予約もしておいたので大丈夫だとは思うが、平日は突然店が開いてないことも多いので少し不安だ。よかった、営業しているようだ。口コミ評価もよく店の雰囲気も良さそうだったので楽しみだ。入った瞬間にこの店は絶対当たりだと確信した。タブレット式の注文方法に掘りごたつとホットカーペット、正直この立地でここまでの設備は予想していなかった。さあ、至福の時間の始まりだ。まずはビールで乾杯。母も久しぶりの居酒屋で嬉しそうだ。料理は良心的な価格で美味しい。宿で夕飯を食べて酒を飲むのもいいが、自由に頼めて安く飲めるのが素泊まりの良さ。我々の場合は旅行に行く回数が多いからこそ、たまに素泊まりを選びたくなる時がある。酒と食欲が止まらない。一番人気のアジフライが来た。今まで好んでアジフライを注文したことがなかったが、こんなに美味しいアジフライを初めて食べた。外はサクサクで、中は身が分厚くてふわふわ。赤い。これがアジフライという食べ物だったのか。量が多かったので食べきれるか心配だったが、全然余裕だ。せっかくなので日本酒と刺身も追加で注文。この時間を私は待っていた。ここからはただゆっくりとこの時間を楽しむだけ。完食。これだけ食べて飲んで8300円。母もご満悦のようだ。滞在時間約2時間、素晴らしい時間を過ごさせてもらった。外はだいぶ冷え込んできており、足早に宿へと戻った。
酒を飲んだ夜はつい普段吸わないタバコを吸いたくなる。ただ雰囲気を味わいたいだけなんだ。部屋に戻って喉の渇きを潤す。今日はだいぶ酔っ払ったな。母とたわいもない会話をしながらお茶をすする。酔いも覚めたし温泉に入ろう。そして皆様お待ちかねの入浴シーンだ。昼に続いて足がつった。思い返せばいつから旅行が好きになったんだろう。知らない土地の景色や人の温かさに触れ感動を得る。旅行へ行くたびに大切な何かを思い出している気がするんだ。この時間が終わるといよいよ一年の終わりもすぐそこだ。来年もまた様々なことに感動しながら過ごしていきたい。今年もこうして母と旅行に来ることができてよかった。朝だ。朝日はまだ見えないか。お湯を沸かして寝起きの体に温かいお茶を流し込む。朝日が見えてきた。朝日を見ながら温泉に入ろう。温泉から上がると何やらいい香りがする。朝食のカップスープを美味しそうに吸っていた。素泊まりならではの簡単な朝食だが冬にはもってこいだ。スープを混ぜていたらスプーンが熱で曲がるという前代未聞の珍事も起こった。チェックアウトまでゆっくりしよう。気がつくと青色の空が私たちを迎えてくれた。そろそろチェックアウトの時間だ。今年も最高の旅行だった。